さあ続いては情報ナビのコーナーです。今回はエンタメ情報です。ご紹介いただきますのはシンガーソングライターの高橋理恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。はい、なんかあの単独でお話、ね、いただくのはなんか久しぶりな、ね、感じですけどね。今日はのエンタメ情報というのいろいろな情報を高橋さんに、ね、そうなんです、ね、ご紹介いただくということなんですが、まず最初なんですけど、これはあの私ども、はい、群馬テレビに関係する、ね、はい、あるんです。そうです、はい、昨年上映されました、はい、オータスで作られた、はい、ラグビーがテーマになっている青春映画ですね、はい、グラスホッパーが、はい、群馬テレビで本日放映されます。夜の7時半からということで、はい、あの再放送をご覧になっていただいている方はちょっと残念ながら終わってしまったんですけども、あの昼間の放送をご覧になっていただいている方は、ね、はい、夜がありますのでぜひご覧いただければと思います。これ実はのグラスホッパーね、もう番組でもご紹介してますので主題歌を、はい、リエさんが、そうです、はい、ビヨンドっていう曲が最後流れるかと思います、はい、でテーマ、挿入、はい、BGM とかですね、はい、あの音楽監督は、はい、おなじみの小林雷司さんが、はい、おなじみの、はい、担当してますので、はい、そこも聞いて楽しめると思います。やっぱりね、いい音楽があっていい映像がある、いい映像があっていい映像がある、ね、こういうマッチングはですね、見ていただくとよく分かると思います。ラグビーを通じた小学生たちですね、小学生たち大人へとこう成長していく過程の映画になりますので、ぜひご覧いただければと思います、ね、主題歌にも注目してください。ね、それともう一つなんですが、これ R アトリエっていうのがね、リエさんありまして、はい、これがですね、伊勢崎と前橋でなんかレッスンを開始。そうなんです、はい、ダンスレッスンは、はい、ずっとやってたんですけども、はい、最近はストレッチに、はい、ストレッチ、はい、ストレッチとボイストレーニングを、はいはい、私が、できることをできるだけこう、うん、多くの人たちに、はい、そして優しく、はい、柔らかく、はい、お届けできるように、はい、えりすぐりの、はい、ストレッチをですね、はい、分かりやすく教えるクラスが開設しています、はい、これからします、はい、これ6月の4日が伊勢崎教室で、はい、6月の5日が前橋教室ということでスタートですね。平日の昼間にスタートするんですね。そうです、はい、なので、主婦の方ですとか、はい、お家で今日は体動かしたいな、うん、ゴルフの練習の前にちょっとストレッチ行っとこうかな、うん、みたいな方いらっしゃいましたら、うん、はい、ぜひ一度体験にお越しいただければと思います。そうですね、はい、これ平日のこの時間ですからね、はい、大人向けです。そうです、大人向けです、ね、一応私も大人なんで、そうですね、ストレッチって、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、スポーツ系のストレッチもあるんですけど、どんな感じのストレッチあるんですか。はい、10年以上ダンス、はい、ジャズダンスの、はい、教えるという仕事に携わってきたので、はいはい、ジャズダンスで結構バレエの要素だったりとか、はい、ヨガ の、はい、ストレッチとかを取り入れて、だいたい1時間半ぐらいストレッチして、そんなにやるんですか。そうなんです、レッスンのほとんどがストレッチなんですけど、はい、でそれをもっともっと、そうですね、ダンサーじゃなくても、はい、健康として、うん、お家で気軽にできる部分を抜粋してですね、はい、全身くまなく、はい、頭から足の指先まで意識を届ける、はい、そして呼吸のリズムと一緒に、はい、酸素でこうたくさん血行も良くして、はい、健康も良くして、はい、っていう、はい、流れで、はい、例えば考えました。ここでできるストレッチ、そうですね、はい、簡単なのはやっぱり肩こりの、はい、症状が大変かと思うので、はいはい、こう肩甲骨をギュッと後ろに寄せて、はいはい、でこれを上下に10回ぐらい動かします。これ上に行きづらいですよ。そう、全然行ってないですね、はい、行ってないですね。そんな風にして、で、はい、上でギューッと止めます。止めますね、はい、はい、外してみましょう、はい、どうですか、背中がドワーッとこう血流が流れます。感じるでしょ。感じられます。この辺すごくあったかくなります。なりますね。そう、あと指先をこう肩の上に乗せて、はい、こう肘で円を描くようにぐるぐると回したりすると、はい、ただこう肩を、ね、こうもみもみするよりも、はい、もっとこう、もっとこう、はい、円を大きく、これぐらいですね。
これぐらい、ね、そうそう、あ、私肩甲骨が硬いのがよくわかりました、はい、よくわかりました、これダメですね、はい、そうです、こう肩甲骨が、ね、どうしても固まってきちゃうと、はい、こう頭にも頭痛の原因になったりとかもしますから、頭痛あるでしょう、頭痛もちろん、あ、ほらやっぱりそうです、もう肩甲骨に着目したら、もしかしたら1ヶ月後は頭痛知らずの山田アナに変身しているかと、そうですね、もう肩甲骨、肩甲骨、肩甲骨、背中はね結構よくね、テレビでもいろんなところで言われてますけど、そういうのを直接ここまで使ってみましょうっていうのを私が、はい、歌いながら、歌いながら、ここポイントですよ、説明も歌いながらミュージカル仕立てのストレッチ教室ということで、こうなかなかないんじゃないでしょうか、ね、なんか楽しそうな、ね、はい、感じですけれども、でもう一つなんですが、はい、その R アトリエの面々が発表会に出る、はい、そうなんです ね、これ6月の7日の日曜日でございます、はい、はい、場所は前橋の市民文化会館ショーホールで、はい、行います。昼の部、はい、夜の部とありまして、昼の部は2時開演、はい、夜は6時開演、ともに30分前の会場となりまして、はい、前売り券2000円、はい、指定席が3000円で、当日券2500円なんですけれども、はい、私が率いる R アトリエの秘蔵っ子たちも、はい、あのみんなステージに立って歌って踊ってやりますので、はいはい、あのダンス興味ある方今多いと思うんですけれども、素晴らしいステージになる予定ですので、はい、お近くの方はぜひ足を運んでいただければと思います、はい、これはの B ドリームダンスというね、はい、まあ、あのタイトルというか発表会の名前がついてるんですけど、これ例えばなんかこうジャズだったりとかブレイクダンスだったり、はい、ヒップホップなんかもやる発表会ですね、はい、そうなんです、はい、オールジャンルやってますね、高崎の井の町に、はい、あるスタジオなんですけれども、はい、今年で16年目を迎えるんですけれども、うん、私の友達が、はい、オーナーになりまして、はい、新規一点で、はい、今回の発表会が新規一点発表会です、はい、新規一点発表会と、はい、その発表会にね、R アトリエの、はい、メンバーそうお手伝いで、はい、非常にあの生徒さんだと楽しみにしてるんじゃないですか。そうです、光り輝くステージの上で歌って踊れる小学生って幸せですよね、はい、幸せですけどやっぱりこう練習したらね、発表する場がないとダメだと思うし、大勢の人たちの前でそれやるってことは大事なんじゃないですか、そうなんです、でもやっぱ場数踏んでそうやって慣れていってるので、うん、人前でもね、みんな物おじしないで緊張しないで、すごいなと思って、もうどんどん追い抜かれていってるなと思っておりますが、はい、あのぜひあのこの発表会ね行っていただければと思いますね、はい、6月の7日の日曜日、B ドリームダンスの発表会ということで、前橋市民文化会館のショーホールで、行われますのでね、はい、足を運んでいただければと思います。またのりえさんにね、ライスも含めて遊びに来てください、はい、わかりました、今日もありがとうございました、ありがとうございました。